こんにちは。アマゾン S サポーター、堀秀夫です。今日はサポートの使い方でね、えー、個別サポートの、ま、スカイプ相談、ま、使っている会員さんに、ま、おすすめの、ま、相談方法、えー、それをお話します、えー。出品価格サポート、ね商品の値上げとかね、えー、まあライバルいなくなったから値上げしていいか、あるいはね、 えー、まあ、この商品これぐらい売れてないから値下げした方がいいかあるいは仕入れやすいんだけどね、えー、値下げしたらもっと高く売れないか、まあ、本当まあ商品探しの、えー、商品探しの、まあ、どんな商品を扱うか、まあ、それとね、えー、匹敵するぐらいこの、えー、出品価格をいくらにするかというのは重要です、まあ、例えばねまあマニュアルに書くとかチャットサポートで、えー、答えてるのはまあ、えー 一般論例外はまあま話しちゃうとね理解できなくなるんで一般論なんですけど、まあ、個別サポートでまあ一個一個のね金額これをどうするかというのをね質問してもらえば、まあ、スカイプの相談の時にいろいろ聞いて、まあ、ケースバイケースのアドバイスができるとですので例えばスカイプ相談の開始時までに値上げをしたい商品の URL 値下げをしたい商品の URL を3個ずつ送っていただくと そしたらスカイプ相談の時にね、これ値上げしたいんですねと、指令額はいくらいですか、あるいは何個売れてますかと、ライバルはなるほど少ないですねと、値上げしましょうとかね、あるいは値下げをしたい商品、これも同じく指令所科学やライバルと状況を見てね、これライバル弱いんで、値下げしてもね、売れる数が増えるような特性のある商品じゃないんで、このままでいきましょうとか、そういうアドバイスができます。 まさに個別っていうのはケースバイケースに対応できるサポートなんでねまあこのえ商品価格の改定あるいはねえ商品探しのえどういう商品を仕入れるかどういう商品を仕入れちゃいけないかまあその辺のねえ相談に使っていただくと買いを貸さないごとに商品探しあるいは出品価格のねえ決め方の理解度が深まってより儲けやすくなるいい商品を見つけてねえストレスなく稼ぎやすくなりますんで 個別サポート、最近そういえばね、えー、ちょっとお休みしてるなという方は、まあ、この商品探し、あるいは商品額の改定、えー、なんかで使っていただくのがね、まあ、有効な使い方なんで、まあ、ぜひご利用ください。ね、あるいは、まあ、商品探し、苦労してる、ね、個別サポートにアップグレードしてない会員さんは、まあ、こういうふうに個別の、まあ、ケースバイケースの対応、そしてね、えー、一人一人に合ったサポートをしてるんで、まあ、より商品探ししやすくなる、価、え、格、ー、もね決めやすくなると。 迷いがなくなるというようなメリットがありますんでね、まあ、本気で稼ぎたいで、お金もあるという,、ねえー、いう方は、えー、個別サポートのアップグレードも考えてみてください。ご相談、ご報告、ご連絡をお待ちしています。アマズ